皮目と、内側にしっかり塩をすると余分な水分が抜けて身がかなり締まった感じで食べるとねっとりして美味しい感じになります。これを5分ぐらい冷蔵庫で、新玉ねぎはなるべく薄くスライスしてください。使う量は4分の1です。で玉ねぎは流水だけじゃなくてしっかり揉んで細胞を潰すように、そうすると濁った辛い汁が出てくるんです。で流水で水にさらすよりも、かなり早く辛みを抜くことができます。ニンニク小さじ1です、ね、白ワインビネガーが 30cc です、ね、エキストラバージンオリーブオイルが 60cc ですね。塩は一つまみです、ね、でホイッパーで混ぜていくとトロッとする感じに乳化していくんでこんな感じですね。こうなったらマリネ液の出来上がりです。で手前側を低く奥側を高く置くと魚の筋がちょうど垂直に切れる形になるのでこの置き方になります。ではスライスしていきます。軽く全体的に塩をします。